乾燥するとこうなる。乾燥する。でこっちのはアリとかもアリとかバンバン取るけど、これはもうね、これはこうスナップで他の処理の仕方をしないといけないから、アリめっちゃアリいっぱいやしな。で、先にこのこのアリが恐ろしくいる。これはこっちだけども、ま、はい、前回これいるか、これ前回石斧とか使ってみたけど、石斧じゃさすがに厳しすぎるので、まずね、ここの端っこをね、取る。ペンチでね、こう、剥いて、コルク質のところを剥いていって、これも結構大変っちゃ大変やけどね、しないとね、仕方がなかった。ね。あの石斧とかでやってらんねえから、そんな話。まあでこうすると中のここのところね、こうなんか露出するでしょ。でそうしたらここで必殺兵器、こちらで購入しました、くるみ割り機。くるみ割り機、文明の力、こいつを使う、うん、それでもコルク質に阻まれる。くるみ割り機壊れるんじゃないのかって思う。オッケー、パキッていった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 ね。これで中が、これで中がかろうじて取れる。どんだけ大変なんだよって話だよね。よし。あ、ボロけたな。よしよしよし。これでと、これで OK。これで食べられる。これで OK です。もう一つやってみましょう。うん、ね。うお、にわか雨来そう。乾燥させてここまで持ってきて、この労力だね。食べないよみんな、うまいとはいえ。ちっちゃいとこれくるみ割り機にはまんないから、手とかパキって怪我すんじゃないかって怖いもんね。よっしゃ、来た。そうするとここで壊れるね。かろうじて、お、これ、はい、はい、オッケー。これ、どんな苦行だって話ね、どんな苦行だよ。これ、もうちょっと効率よくやる方、もう髪の毛絡んでるし、これ7、3、7、7、どうしてもね、ここを取っとかないとね、くるみ割り機のね、圧がかかんないのよ。特にこっちの端とこっちの端が露出してはまらないと。
で毎回大きさ違うから、これ、これでなんとか、ほら、なんて労力がかかるんだこれ。まあ前よりはマシやけどね。でこれはさすがにその疲れてしまうということで、今年はちょっと今年から工夫をしようと思います。事前にこのね、事前にこのこれをこっちのくるみ割り機を応用しやすいように、これ事前にここの後から乾燥すると硬くなってどうしようもなくなる繊維の部分をあらかじめある程度取っておく作戦。それでもまだなんかコルク式のところ残るんだけど、でこうしとくとね、多少は早いかなと。こう踏んでおったわけです。こうなりますからね。一応試しにやってみましょう。なんかね、この他のね、それこそインドの人の YouTube の動画とか見たんだけどね、さすがにガチで石で叩いたりとかしてて、それはありえないだろうって、そんなことやるのか本当に。石で叩くにしろ、ああこれ全然いかんわ、これそれ